クマは逃走する対象を追いかける傾向があるので、背中を見せて逃げ出すと攻撃性を高める場合があります。絶対にすぐに逃げてはいけません。クマを見ながらゆっくり後退する、静かに語りかけながら後退するなど、落ち着いて距離を取ること。背中を見せるとクマが反射的に攻撃してくる可能性があるので、それも絶対にやっちゃいけません。この人たちめっちゃメンタル強くないですか？同じくクマの豆知識をもう一つ。この一枚の写真、クマを捕まえた狩猟ハンターが記念写真を撮っているんですけど、実はこの写真何かがおかしいんです。ヒントはこのクマがちょっと小さめだってこと。皆さん分かりましたか？答えはコメント欄まで。